クラブの歴史、ブラブリッツ秋田。ブラブリッツ秋田は1965年に創立されて、東北のサッカーを牽引した TDK 部を前身とするクラブです。ちなみにブラブリッツとはドイツ語で青い稲妻の意味を持ち、エンブレムには生ハゲが描かれるなど、かっこよさと郷土愛が感じられます。2010年より現在のクラブ名となり、2014年の J3 開始時に J リーグ入りとなりました。J リーグ入り直後は3年連続して8位となり、壁を突き破れませんでしたが、2016年に4位にジャンプアップすると、翌年には J3 で初優勝を果たします。しかしその時には J2 のライセンスは持っていなかったために昇格はできず、翌年以降も J3 となりました。そして迎えた2020年に再び J3 で優勝すると、今度はライセンスも交付されていたため、悲願の J2 にステージを移します。堅守速攻をベースとしてアグレッシブなサッカーをする秋田は J2 でも中位にグループにつけていて、しっかりと足跡を残しつつあります。青ひげ